はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は、どこに枠を使うのが理想的なのかということで、TS の枠についてね、ちょっとお話をしていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、特にね、この23シーズンになりまして、いろんなポジションでね、TS の選手が出だしてね、まあ、本当に質問が多くて、まあ、例えばまあ3枠というね、決まりがある中で、まあどこにね、その枠を割くべきなのかという質問とかも結構来るようになりまして、まあこれについてね、一本ちょっと動画でまたまとめてみてもいいのかなというところで、このタイミングでね、一旦やらせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。まあおそらくね、まあ今シーズンの復刻とかがまだあるんだったら、まあここからまた出てくるだろうし、というところで、まあね、これまで出た選手、まあ言ったら今シーズンだけじゃなくて昨シーズンとかの選手たち含めて、まあまた獲得チャンスがね、生まれるとなると、またそれはそれでね、また余計に悩むだろうしね。うん。まあね、本当にほぼほぼ全ポジション出たと言っていいぐらい出てるので、というところで考えるとね、まあどのポジションに自分が割くべきなのかというところについてのアドバイスというのをね、この動画一本使って、させていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回もまあ黒木文字でね、テーマ絞って、それぞれでお話ししていきたいと思います。まあ、タイムスタンプおそらく振ってると思うので、まあ、必要なところだけぜひね、聞いていっていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ先にね、お気に入りクラブについてのお話をさせていただきたいんですが、さあ、このやっぱりね、TS というのは、そもそも、まあ、能力値が高かったりとか、まあ、特に TSS とかになると、まあ、正直、それから1年後に出た、まあ、トップグレードの選手とかよりも全然同じポジションの選手よりも強かったりとか、まあ、するぐらい、まあ、強いということで、まあ、選手寿命としても、まあ、よっぽどシーズン更新ですごいなんか変化とかがなければ、能力値的とかの話で言ったらもう1年半から2年ぐらいとか、まあ、全然持つ可能性があるカードになるので、まあ、結構そもそもな優位性がね、すごくあるカードに変わりないんですけど、まあ、お気に入りクラブというところも、まあ、当然ね、TS 枠にも影響してきまして、まあ、ブーストプラスだったりとか、まあ、クラブリンクのセンスだったりとかね。で、しかもボナセンダーでプラスセンス持ってると思うんで、まあ、そこのね、価値だったりというのが結構上がる、まあ、さらにね、強くできるのがこのクラブリンク、まあ、お気に入りクラブというところの影響なんですが、まあ、果たしてこれを優先すべきなのかというところの質問もね、結構来るわけですよ。はい。で、確かに、まあ、これはね、まあ、その当然なんですけど、クラブリンクは発生させれた方がいいには変わりないです。ただ、その、例えばじゃあ自分のデッキとかを見たときに、まあ、なんていうかな、中心的な選手になってほしいというところが、例えば、まあ、攻撃的な選手とかが、じゃあ TS で出ましたってなったときに、じゃあその選手が入ってきたら、まあ、お気に入りクラブ関係なく、まあ、強いというか、まあ、弱点克服できたりとか、まあ、自分のね、チームにとっていい影響を及ぼす選手が出たときっていうのは、まあ、当然お気に入りクラブよりも優先して取り行く必要がある場合もあるしね。ということで、まあ、一応お気に入りクラブ、まあ、当然ね、例えば自分の、まあ、例えばクラブリンク、使ってるクラブだったら今後誰が出るだろうなというところも予想しつつとか、まあ、これまで出た選手がまあ復刻したらこの選手は取りたいなという選手がいるんだったら、それはそれで枠一つとして考えていいと思うんだけど、まあ、そういう選手が特にいなかったりとか、まあ、自分の結構得意としてる、まあ、補えてるポジションと被ってるという時っていうのは、まあ、必ずしもお気に入りクラブを優先せずともね、まあ、さっき言った通り TS っていうのは当然、まあ、普通の選手よりも強いんでね、そもそもがね、元がね。ということで、まあ、自分の弱点を補うような、ね、ポジションというところもしっかり狙っていっていいと思うので、まあ、必ずしもお気に入りクラブはね、まあ、縛られるものではないのかなと思いつつ、まあ、優先できるなら優先できるぐらいの感じで、まあ、ぜひ狙っていっていいんじゃないかなと思います。で、あとまあ、特に、まあ、あとは現役の選手との兼ね合いとかもちょっとあるかなと思うんですよね。まあ、J クラっていうのは、そのお気に入りクラブ性があるので、まあ、クラブリンク性があるので、まあ、当然自分のクラブでね、まあ、固めれるとこは固めれた方がいいんですけど、まあ、その現役の選手、例えばこのポジションなかなかちょっとめぼしい選手がいないけど、まあ、TS のあの選手さえ出てくれば、補える可能性あるんじゃないかなとか、うん。まあ、そういう選手がいるんだったらね、ちょっと待ってみても面白いと思うんですけどね。まあ、なので、まあ、活かせた方がいいんだけど、まあ、自分のチームの弱点を補うためだったら、まあ、多少ちょっと、はい、まあ、ここは、まあ、妥協してもいいところかなとは思うので、はい。ぜひね、まあ、そもそもまあ、そのクラブだったら誰が出そうかなというところの見立てとか、まあ、そういうのはちょっとね、なかなか知識とかがないと多分難しいとは思うんですけど、まあ、そういうところを見立て立ててみて、まあ、じゃあそれで埋まりそうだったらその選手待ってみようかなという考えでもいいし、まあ、他のクラブでも埋まりそうな選手が出てきたら、まあ、埋めていってもいいしということで、まあ、ここはちょっと判断力が必要になるんですけど、まあ、できれば優先してほしいなと思いますね。はい。ということで、まあ、お気に入りクラブ優先した方がいいんですけど、縛られすぎるのも良くないというところがね、まあ、まとめかなと思います。はい。じゃあ続きまして、右ね、攻守のバランスについてというところなんですが、まあ、これに関してはですね、例えばまあ、攻撃に何枠、3枠使って守備0でもいいのかとか、まあ、逆に守備に3枠使ってもいいのかとか、まあ、2-1とかで使うのがいいのかとか、いろいろこういったね、バランスの質問とかもね、ちょこちょこ来るんですけど、まあ、個人的にはですね、まあ、そうね、まあ、攻撃陣に、まあ、多分ね、バランス的には、まあ、2-1か1-2だと思うんですよね。最近は安部選手が出て、1-2とかにしてる人いるんじゃないかなというところがあるんですけど、まあ、僕が思うですけど、理想的なバランス、攻撃守備にどれぐらい TS を割くかというと、まあ、僕はやっぱ 2-1 で攻撃に2割くのがいいんじゃないかなと思うんですよね。で、守備に1っていうのがすごく理想的かなと思うんですけど、まあ、これ理由としては、まあ、例えば 4-3-3B を使うかどうかとりあえず置いといて、まあ、やっぱり 4-3-3B とかになってくると、まあ、攻撃4、守備、まあ、言ったら6みたいな、まあ、布陣になるじゃないですか。割合的にもね。なので、まあ、本当は守備に割く方がいいんじゃないかと思われがちなんだけれども、まあ、そもそもやっぱり TS の出方とか見てて、その攻撃とか守備の選手とかとね、まあ、分け隔てて見てると、まあやっぱりね、その TS っていうのはさっき言った通り特別感が出て、その他の選手よりも強いとか、まあそういう強さというところが、まあ特徴なわけですよね。だこれを、この強みをどこに使うかっていうところって結構大事なんですけど、よりね、その攻撃と守備のその差が出やすいところというと、まあ守備の方も確かにそれは当然ね、硬さというのはすごく差が出るんだけど、まあ、でも、現役の選手でも、まあ、仕上がればどうにかなる、同じような活躍ができる場合っていうのはあるんですけど、攻撃陣、まあ、特にシューターの選手に関して言ったら、やっぱシュート力に関してはね、TS の方が圧倒的に一枚上だと思うんですよね。まあ、直近で言うと、ジーコ選手とか、中田秀人選手のね、ベルマーレバージョンとか、ここら辺の、特にまあ、固有のシュートスキルとかっていうのは、ちょっとやっぱね、強みがね、一段階乗ってる気がするんですよね。ということで、まあこの特別感、この TS の強みを出そうと思ったら攻撃の方が僕は出ると思うんですよね。まあこれがだからシュートの貫通力とかになって得点力が変わってきたりとかしてるのが現環境でもあるので、で、このバランスっていうのはおそらく今後もそんなに大きく崩れることはないんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ守備的な、まあ言ったら選手とかクロスサーとかよりも攻撃陣に使った方が、まあその TS を使ってるメリットというのは出やすいんじゃないかという話ですね。はい。というところで、まあ僕は攻撃の方にバランスを置いた方がいいと思いつつも、ただ守備の要っていうのは確かに一人いるわけですよ。まあボランチなりセンターバックなりっていうところが主になってくると思うんですけど、まあ今年で言ったら、まあ安部選手だったりとか、トゥーリオ選手あたりね。まあここら辺がメインになってくるとは思うので、まあこういう選手を後ろに一枚置いとくと当然守備のね、硬さというのも上がっていくので、まあバランスに関しては攻撃に守備1ぐらいで、で、特に攻撃の方はもうシューターに使うみたいな感じですかね。まあ CF はもう1枚固定で、まあトップ下にもう1枚置くとか、まあもしくはウィングにカットイン系の結構強い選手、まあ伊東純也選手みたいな選手が今後また出てきたら、まあ使ってみるとかね。まあ基本的にはシューターとして使うのがいいと思うんですけど、まあそういうバランスが、まあおそらく今後もこのバランスというのは結構安定していくんじゃないかなと思うので、まあこれからまた追加機能とか、まあいろいろ来る可能性もね、TS に関してはないとは言えないんで、まあそれによってまたちょっとバランス変わったりするかもしれませんが、現状それが、まあベストなんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続きまして、ポジションなんですけど、ちょっと外うるさいですけどね。ちょっと待ってくださいね。そう、うるさいですけどね、外ね。はい、ということで、ポジションについてなんですが、これポジションはまあどこを優先すべきかというところに関しては、さっきの攻守のバランスのところのね、話と通ずるんですけど、まあやっぱ縦ラインかな、基本的にはね。縦ライン。まあ縦ラインっていうのは真ん中なので、まあ CF、まあ 4-3-3 みたいな CF とかトップ下とか、まあボランチとかセンターバック。まあ特に、まあトップ下以外の CF ボランチセンターバックというところ。まあここはやっぱり試合の基礎になるところなので、まあここら辺を優先して使ったりとかね。まあするのがベストかなと。ただまあこれに関しても、まあさっきお気に入りクラブのところとかでもね、言いましたけど、まあ、例えばその自分の持ってる選手、まあ、現役の選手のね、限定とかいろいろあると思うんですけど、そことの兼ね合いとかもまあ、おそらく、ね、いろいろその個人個人違うと思うんですよね。例えば、現役の選手で結構真ん中目の強い選手持ってるけど、端系の選手いないから、ここを TS で埋めたいんだっていう人もいるだろうしね。で、そのニーズに最近応えようとしてるのが、その23シーズン特にね、そうでしたけど、TS のね、いろんなポジションの選手たちなので、まあ今後もそうなっていくんだとしたら、まあ別に例えばウィングとかがね、弱点だという人が、まあウィングの選手を狙っていくっていうのも全然ありだと思うし、例えばサイドバックでワイドレンジ持ちを使いたいとかだったら、酒井豪徳選手の、まあ今年の TSS みたいなカードが、まあ復刻して酒井豪徳選手狙うのもいいし、まあ来シーズン以降またね、サイドバックの選手とか出てくるかもしれないんでね、まあそういうところを補いたいという人もいるだろうしね。うん。というところで、まあここに関しては色々も選択肢がね、ガンと、まあ23シーズン増えたので、まあ絶対ここっていうところはないんですけど、まあさっきのね、上2つの話とかから通ずると、まあ特にやっぱ得点源になる選手。うん。まあここを入れておくと、今の環境的にはちょっと有利なのかなと。まあただこれもさっき言った通り今後のバランス、まあなんかいろいろ実装されるもののバランスによってはね、もしかしたら、まあ例えばゴールキーパーの方がいいんじゃないかとかね、まあサイドバックの方がいいんじゃないか、ウィングの方がいいんじゃないか、まあね、ボランチの方がいいんじゃないかとかね、そういった風になってくるかもしれないんでね、センターバックとかね。まあこれに関してはもう現段階の話でしかないんですけど、またまあ状況変わったらまたね、その時また動画作って言えばいいと思うんですけど、まあ現状やっぱ得点源になる選手を持ってる人が結構有利には見えます。で、あとはもう守備の要一人しっかり持ってるとか、まあそういうところはしっかりと大事だと思うので、まあこういうところをまあ中心になるようなところのポジションに、まあ基本的に置いてる人が多いかなと、いうイメージはありますね。はい。まあたださっきも言った通り、ここは自分のね、クラブの手持ちの選手とかと、向き合って、しっかりとどこがね、必要なのかというのを今後精査しながら狙っていく必要はね、まあ間違いなくあると思うんでね、まあここは自分のクラブと、しっかりと、相談をしてみてください。どこが必要かというのはね。はい。ということで、じゃあ最後になんですけど、まあ今後の展開についてね、お話ししておくと、まあ23シーズンになってね、まあ結構いろんな選手が出てきましたと、ポジションのね。ということで、まあこれから以降何が考えられるかというと、まあどのポジションでもね、ぶっ壊れカードが出る可能性はあるんですよね。まあただ、まあ僕も前も動画でね、一回言ったことあるんですけど、まあおそらく、まあこのぶっ壊れポジションというかこの TS 枠の、まあ人権的なカードになりかねないカードというのは、まあ今のジーコ選手とか中田秀俊選手の採用率とか、まあ時点で言ったらトゥーリオ選手とかね、久保建英選手とか、まあ多分安部選手の採用率とかも相当上がってると思うんですけどね、次のアマテラスとか見るとね。というところで、まあ結構さっき言ったね、中心的なポジションの選手、真ん中のね、ミキなとこにね、クラブのね、ミキになる選手が多いと思うので、で、かつ、まあ、攻撃的なポジションにやっぱぶっ壊れの選手って出てきやすいんでね、まあ、攻撃面とか特にね、ちょっと悩みを抱えてる人は、まあ、こういうところをしっかりと狙っていくとか、まあ、TS で埋めていくっていうのも結構大事なんでね。で、またその、まあ、TS の価値というのがすごく高くなりやすいポジションは、やっぱり上目の方のポジションなので、まあ、こういったところをね、ぜひ狙っていくとか、まあ、どういったカードがそもそも出ていくのかとか、まあ、そもそもそのカードを狙うべきなのかっていうのを、まあ、しっかりと考えて、まあ、狙わないと3枠しかないんでね、結局ね。まあ、結構枠もオーバーして持ってても、まあ、やっぱりね、なかなか使えないというのもあるので、まあ、その分選択が広がるのはすごくいいことなんですけどね。まあ、それだったら、まあ、現役の選手、他の選手狙ってみようとか、いろんな立ち回りできると思うので、まあ、自分にとってどのポジションがやっぱ TS 枠についてまず必要なのかなっていうところをしっかりと抑えてからね、やんないと、今までみたいに、まあ、絞られてるうちはね、まあ、それなりに、まあ、限られてたので、まあ、そんなに深く考えなくても、強い選手が来たら取りに行けたものが、もしかしたらこのポジションも今後出るかもしれないよねっていうことが増えることによって、いろいろね、まあ、今後の展開とかを自分で考えながら、TS を狙わないといけなくなってきたのでね、まあ、ここに関しては先にしっかりとさっき言った通りね、まあ、いろんな黒き文字でお話ししてきましたけど、まあ、お気に入りクラブをまず重要視していくのかどうかというところと、まあ、攻守のバランス的に自分はどうなのかなとかね、まあ、手持ちの選手的に、まあ、どこのポジションを狙うべきなのかなというのをしっかりと考えた上で、ぜひね、狙っていってほしいなと思います。で、僕もまあある程度ね、TS の選手が追加された時っていうのは、その時の判断とか、まあね、見た目の、まあ、強さの判断とかをね、評価動画とかでさせていただくんですけど、まあ大体拾っていけるとこは拾っていきたいと思うんでね、なるべくね。はい。まあそこはちゃんとお伝えできるようにしていきたいと思いますので、まあぜひ、気になる選手が来たらね、しっかりと、まあ来シーズンとか、まあ今シーズンもしかしたらもう1枠ぐらいあるかもしれないんですけど、まあいいカード出たらね、ぜひ狙って、まあここをね、強みにして頑張ってほしいなと思います。まあそれこそアマテラス杯とかもそうなんですけど、まあクラちゃんとかでもね、まあ特に TSS なんかボナセンね、金EPプラスあるし、裏 70% のね、こういうセンスあったりする、こういうスキルあったりするので、まあすごく魅力的なね、使い方をできれば、まあ自分の間違いなく強みになってくるところなので、まあぜひね、しっかりと、向き合ってね、どのポジションの選手、どの選手を狙っていくのかというのをしっかりと考えた上で、ぜひね、これから運用してほしいなと思います。で、おそらくまあ24シーズンまたね、ぶっ壊れカードみたいなのが出る可能性も十分にありますので、まあどのカードがそのカードになるのかっていうのもね、事前にチェックしておくと、チェックというか、まあある程度、まあ品定めというか、まあどういったカードが来たらいいのかなっていうのを少し考えておくと、まあその選手が来た時にしっかり反応できる可能性もあるんでね、はい、しっかりと考えてみてください。では、今回の動画以上となります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。